まあ、今のは多分貫通判定の反射だと思うんで、ああいう時は普通に。うまい！うますぎる！ リーフォール。画面の前の皆さん、こんにちは、こちらです。ということで、今回は、こちらですね、新型 AR、外役のね、アイアンサイトを使っていきたいと思います。はい、この AR なんとね、全距離一撃です。はい、まあ SR なんですけど、よほほほほ。はい、っていうね、まあしょうもない茶番はこの辺にしといて使っていきます。アイアンサイトをつけてきてるんですけど、まあ、案の定この子はね、構える速度が凄まじく遅い。なので、まあ、敵がいるところをもう予測して、こう、横からセット構えて、で、撃つと。まあ、そんな感じのイメージでやっていく必要があるかなというふうに我は思いますね。だいたいここにもういるだろうなっていう理想を予測して撃つ。それが大事。登ってきそうだな。なんかグレネード飛んできたなって今。怖くね？ヒッ！おお、怖っ。よいしょ。てか敵がいないぞ。どこ行った、みんな。これ角に。角に。もう一人いたな、今。いやー、当たんないか、今の。オッケー、うまい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 。いいぞ、悪くない。まあ、アイアンサイトなんで、ぶっちゃけグスタフキャノンだったらね、スコープつけた方がいいんじゃねってのは、まあ、俺も思ったんですけど、ちょっと まさかのグスタフになっちゃったんで、まだこれ使ってね、2戦目とかなんですけど、ちょっと皆さん、ご了承願えるとありがたいですね。俺も、まさかグスタフになるとは思ってなかったんですけどね。敵さんがいねえな。2ピンだし4人しかいないから、まあ、うわー、怖い。まあ2ピンだし4人しかいないから、まあこんなもんかな。あんまり盛り上がりに欠けそうではあるけど、やっていくぞ。すまんな。横取りさせてもらったで。上の人は死んだのか、でも。あ、こっちから湧いてんな。どっから顔出すかな、来た。いやー、今、ああいうの当てたよね。ああいうの当てたい。いや、反射。これ反射出んだ。すまんね。こういう時は冷静にハンドガンでいく。まあ、今のは多分貫通判定の反射だと思うんで、ああいう時は普通に。うまい！うますぎる。 ああいう時は普通にハンドガン？ウェーイ！ああいう時は普通にハンドガン使えばいいかなというふうに思いますね。にしてもまあ難しいな、本当に。どうなんだろうね、適正な、なんだろう、マップって、どういうマップが適正なんだろうね、距離感的には。お、中距離マップが適正なのか、それとも近距離マップなのか。まあ、なんかリスポーン読むのが上手な人はあれだよね。多分リス読みが上手だよって人は普通になんかシップメントみたいな、ゴリゴリに近距離ですね、あなたみたいなマップの方が、もうもしかしたら逆にいいのかもしんないという感じはふっするよね。すまんね。ひえ！うまい！やっぱでも一撃必殺って相当強いよな、実際。どんだけローな状態でも、とにかくね、必死こいて一発当てれば、それでねじ伏せれるってわけだから。まあ、ぶっ壊れって言ったら、まあ、ぶっ壊れではある。気はする。いや、今の当たってない。いやー、今の当たんないか。さすがにもうちょっと、もう一回あそこに顔出すのは怖いんで。自分移動いいっすか？でもずっとあれだね、4人というか人が増えない。悲しい。悲しみを背負ってるぞ、このフリーフォールは。どこにいたの？めちゃくちゃスローペースな。フリーフォール！めちゃくちゃスローペースな。フリーフォールになっちゃってるけども。すまんね。まあ、足に当てても、うえーい！足に当てても OK。ほんと、どこに当ててもとりあえず一撃で倒せるという。いや、当たってないか、今。意味ではぶっ壊れだぞ。自分も思いまーす。アイアンサイト強くね？どうなんだろう、近距離マップでちょっと若干使ってみたい感がちょっとじわじわとしてきたかもしれません。下か、これ。下だな。ええー、ハンドガンかい！今のは正々堂々勝負でしょう、スコープで。アイアンサイト使ってるやつがよく言うわって話だよな。オッケー。
まあでもこの SR を使いこなせる人ってもう多分もともとその普通にスコープを覗いた状態が上手な人とかだよね。このクロスファイヤーというかこのクロスヘアか、クロスヘアをもうあらかじめこう敵のリスにちゃんと予測して当てれる人が多分使いこなせる SR になってると思うから、まあ多分これを使いこなせる人ってもともと SR が上手いんだろうなという気はするよね。あぶねー、一発でちゃんと仕留めていかないとね。2発目は怖い。よいしょ、上登ったろ。いない、いるやんけ、いるやんけ。敵はどこにいるの、敵さんはどこ、敵はどこに、そこに。ふざけんな、下にいるかと思っちまったじゃないか、上にいたわ普通に。敵はどこなの。いた、ファなー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 、言葉にできない、隠れ。死んでた、いた、待て、ん、待て、そっちに行ったら SMG に当たるぞ。魚風らせて、魚風らせて、あぶねえ、怖えよ、あと2発しかねえよ、すまねえな。うわ、後ろからもいた。さあこのマッコとキルペースの遅いこの戦い、マッコとキルペースの遅いこの戦い、そろそろ終わらせてしまいたいところ、なんですけども、いかがでしょうか。あと1キル、かっこよく決めたいね、アイアンサイトというと。ていうかほっうおっバーン。てかさ、まあてかさ、コントローラー若干壊れてるかもしんないわ、うん、左スティック、さっきからやったら強く押し込まねえと走れねえ。ちょっと買いに行ってきます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあやたらスローペースな試合になっちゃったんで、すげえカット入れてると思うんだけど、どうなんだろうな。ちょっとまあめっちゃ強いとは言えないけど、でもやっぱ一撃必殺はね、まあぶっ壊れって言ったらぶっ壊れなんで、これを本当にまあうまく使えたらね、それこそ PUBG みたいに初段確実に当てれるチートとかつけたらまあ最強なのは間違いないんで、 SR がもともとうまいよっていうか、クロスヘアを合わせるのがもともとうまいよっていう方はね、まあもしかしたらかなり、近距離だったりシップメントみたいなマップでも使いこなせるかもしれません。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価のコメントのよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。小西さんでした、お疲れ様です。オーツーポーン。まあ、へっしょに当てられることがほぼほぼないんで、いやそのメリットいるんかーいみたいなノリになるけど、まあでも一応、うわっ、ほら見た、へっしょが一発なんですよ。 OK、 いやまたへっしょだわ。